役所つつじ園です。私たちは新宿区を盛り上げたいという思いから1998年に新宿区役所職員を中心として発足し、今年で35周年を迎えます。明るく楽しく元気よくをモットーに、女性はしなやかで一体感のある踊り、男性は提灯を持ち激しく暴れ踊るスタイルが特徴です。約3年間の空白を経て練習が再開され、本日の神楽坂祭りに向けて仕上げてまいりました。神楽坂の名物ともいえる心臓破りの坂を、また踊って駆け上がれることに感謝し、2日間元気を届けてまいります。ご観覧の皆様におかれましては、熱中症などに十分ご注意の上お楽しみください。また新宿区役所つつじ園は仲間を募集しております。区役所の職員でない店員も多数在籍しておりますので、 Facebook や Twitter 等で気軽にご連絡ください。新宿区役所つつじ園、どうぞよろしくお願いいたします。新宿区役所つつじ園の皆様です。